皆さんこんにちは、ブロウィンドウさんのアシスタントの四国メタンです。今回のお題はとても懐かしい曲、沢田研二さんが歌った時をです。ロックンロールアレンジなんだけど、とってもおしゃれで泥臭さなどみじんもない素晴らしいアレンジ。こちらもザ・ワイルドワンズ加瀬邦彦さんの曲ですね。ズバ抜けたセンスの良さが光ります。作詞はなんとコピーライターの糸井重里さん。コマーシャルの文句を作る人ですね。言葉でキャッチーなイメージを作り出す人です。異色なコンビによる曲は、当時これがロックなのかとも思いましたが、尖ったところがないおしゃれなロックンロールとしたら、なかなか名曲とも言えるのではないかと。こちらは歌詞表示バージョンです。それではブローさんどうぞ。空飛ぶ
最後まで視聴いただきありがとうございました。カラオケシンガー、ブロウウィンド。